こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、クイズだ。世界最古の人類はなんだ？知ってるわ。人類の始まりは、約300万年前のアウストラロピテクスでしょ？違うんだぜ。え？私、学校の教科書で頑張って覚えたんだけど。2002年以降の教材には、サヘラントロプスチャデンシスと書かれている。サヘラントロプスチャデンシス？何それ？2001年に、アフリカのチャドで、ほぼ完全な形で頭骨の化石が発見され、約700万年前の最古の人類と分かった。一気に400万年も歴史が動いたな。知らなかったわ。2020年の大学入試でも登場しているんだぜ。こんな問題だ。化石人骨の新発見により、人類の起源はかつて考えられていたよりも遡ることが分かってきた。現在、最古とされる化石人骨はアフリカのチャドで発見されたホニャララで、約700万年から600万年前のものである。空欄に当てはまる語句をかけ。アウストラロピテクスと書いたら間違いなのね。そうだな。サヘラントロプスチャデンシス、サヘラントロプスチャデンシス。霊夢、お経のように唱えてどうしたんだ？古い知識をアップデートしてるのよ。勉強熱心だな。当たり前よ。今の若者にうっかり古いこと言ったら、歳がバレちゃうもの。そうだな。太陽系の惑星の定義だって変わるんだし、技術や研究が進むことで情報はどんどん更新されていく。そうね。日本史の世界も昭和時代の教科書と比べたら、いくつも変化が起きているからな。歴史新常識シリーズ、早くやってほしいわ。よし。それでは今回は、教科書の記述にも影響を与えた有名どころ10選を解説していくぜ。よろしくお願いします。それでは早速、ゆっくりしていってね。歴史新常識まず一つ目だ。霊夢、日本最古の貨幣が何か知っているか？これは、自信あるわよ。和道開珍よ。違うんだぜ。え？じゃ、和道開宝ね。読み方はどっちでもいいんだが、そうではなくて、答えは、不本線なんだぜ。不本線？708年に発行された和道開珍が、長らく日本最古の鋳造貨幣だった。しかし、和道開珍より遡ること25年、683年には、不本線が作られていたことが判明したんだ。そうなのね。現在では、教科書でも、日本最古の貨幣は不本線だ。発見されたのはいつ？1998年のことだ。奈良県の飛鳥池工房遺跡で、33枚の不本線が見つかった。飛鳥池の底からも大量の不本線が見つかったんだ。すごい、大発見ね。鋳造道具や鋳造用の炉や釜の跡も発見され、飛鳥池工房遺跡が造幣工場であったことが分かったんだぜ。飛鳥の造幣局ね。ところで、不本線って、何でできてるの？銅を由来とする素材だ。銅は加工しやすく腐食しにくい金属だな。大きさは？直径 2.44cm、厚さ 1.5mm。中央に 6mm 角の穴があり、重さは 4.25g から 4.59g。銅時代の銅線とほぼ同じだ。中国の銅のお金をお手本に作ったのね。でも、当時はまだ、お米や布、塩などで物々交換の時代でしょ？使い慣れていない人が、今のようなお金として信用したのかしら？そうだな。物々交換が主流で、税も物納の時代だったからな。貨幣としてでなく、最初は祭祀や呪術に用いられたという説があるな。つまり、今の私たちがイメージするお金とは、ちょっと違うのね。大昔の貨幣の中には、財産の象徴としてお墓に埋めるために作られたまじない銭というものがあり、不本線はその一種だったとも考えられている。取引の中立ちをするお金というより、占いの道具だったのね。ちなみに、同じ頃、文字や文様のない無紋銀線が使われていたことも知られている。無紋銀線？無紋銀線は、銀の延べ板を加工した飛鳥時代のコインだ。政府による統制を受けない私的な通貨として使われた形跡があるな。じゃ、無紋銀線の方が、日本最古かもしれないじゃない？無紋銀線を貨幣とみなすかどうかは見解が分かれる。銀そのものの希少価値で取引されたとも考えられるからな。地金の側面があったのね。国は683年に不本線を発行すると、それまでの無紋銀線の使用禁止令を出しているしな。今でも、通貨発行権を持つのは政府だけだし、政府公認かどうかもポイントなのね。不本線があったのに、なんで和道開珍が登場したの？不本線はまじない銭としても使われたようだが、和道開珍は流通を目的とした初めての貨幣だ。ちなみに、和道開珍1枚は、どのくらいの価値があったのかしら？現在の価値で7000円から8000円だな。
全国平均時給が1000円として、7時間から8時間労働分くらいね。そうだな。平常業造営の対価として、労働者には1日1枚の和同会賃が支払われた記録があるしな。和同会賃1枚で、米が約2キロ買えるくらいの価値だったようだな。それで、肝心の流通はどうだったのかしら？それが、さほど流通しなかったとも考えられている。使われない貨幣なら、おまじない道具と変わらないじゃない？そうなんだ。708年に発行された和同会賃だが、3年後の711年銭を貯めた者には褒美として官職をやろう。という畜生所異例が出されている。え？矛盾してない？貨幣として流通させたいなら、家で貯めさせたらダメじゃないの？その通り。今から考えれば、意味がよくわからない法令だ。銭の使用を促進し、普及させようという政府の意図に反して、人々は銭を使わず、逆に溜め込んでしまった。そりゃそうなるわ。この法令は800年に撤回された。撤回されるまで90年以上も、気がつかなかったかしら？中国から新しい制度を導入したものの、全国に流通させるにはどうしたらいいか。政府もわからなかったんだろうな。お金って、ある種のフィクションでしょ？1万円札というただの紙切れに日銀が1万円と印字しているけど、その価値を皆が信じて初めて価値が生まれる。そうだな。物々交換の時代に、朝から8時間くらい働いて、今日の分だよって、小さくて薄い銅を1枚渡された人が、すぐに価値を理解できたか疑問よね。和同会賃はどこまで銭だったのだろう？こう問題提起をしておられる歴史学者の本郷和俊の言葉を借りれば、使われない銭はただの鉄くずだな。確かにね。その後、日本での貨幣の流通はどうなったの？和同会賃の運用は3年間ほどの短命だったが、それから約250年の間に、金貨1種類、銀貨1種類、銅銭12種類が作られて入る。銅銭12種は公共12銭とも言われるな。しかし、国内での鋳造は、958年の権限大宝を最後に打ち切られ、再び米や絹などがお金の代わりとして使われる。また、時代が逆戻りしちゃったのね。なんで？原材料の銅不足で質が劣化したことで、信用が低下し、貨幣価値が下落した。偽金作りも横行した。そういえば、平安時代末期は、宋銭を輸入していたし。その後、国内で鋳造はせず、鎌倉時代や室町時代は外国から輸入していたものね。そうだ。本格的な貨幣作りが日本で始まるのは、豊臣秀吉が天下統一を遂げる時代を待たなくてはならないな。歴史新常識二つ目は、聖徳太子に関するものだ。今の一万円札は福沢諭吉だけど、昭和の一万円札は聖徳太子だったわ。学校でも、日本古代史の超重要人物として教わったよな。最近、聖徳太子は実在しなかったなんていう説も見かけるけど、どういうこと？現在の教科書では、馬宿の王とカッコ付きの表記に変わっている。カッコがつくと、なんだか格下げされたみたいね。どうしてこんなことになったの？聖徳太子が行ったとされる数々の功績。例えば、官位十二階の制定、十七条憲法の制定、遣隋使の派遣、法隆寺や四天王寺の建立。これらすべてを、一人の人物がやったとは考えられないというわけだ。まあ、確かにね。霊夢は、聖徳太子は実在したと思うか？架空の人物とは思わないけど、エピソードは怪しいなと昔から思ってたのよ。例えば、聖徳太子は、一度20人の話を聞き分けたという伝説があるじゃない？小学生の頃、それを聞いて、友達10人に同時に話しかけてもらう実験をしたのよ。そんな検証をしたのか？で、どうだった？やってみて、絶対に無理だということが分かったわ。ダメだったか。他にも、聖徳太子って、空飛ぶ馬に乗って富士山に行ったとか、超人エピソードが多いわよね？そうだな。そんなわけあるかい、と一人でツッコミを入れてたわ。まあ、聖徳太子は飼っていた犬まで賢いからな。聖徳太子と会話できた、愛犬の天才伝説まであるんだぜ。いくら伝説でも、話を盛りすぎだわ。どうリアクションしていいか、わからないもの。ところで、馬宿の王って何？馬宿の王は、飛鳥時代の政治家だ。陽明天皇の王子として誕生し、母は、蘇我の稲目の孫にあたる。穴ほべの橋人の姫巫女だ。聖徳太子のお母さんは、蘇我一族なのね。19歳で推古天皇の摂政となり、17条憲法の制定など数々の偉業を成し遂げた。この功績から、後に聖徳太子として人々に称えられ、その名が今に残る、と説明されることが多いな。馬宿の王は実在の人物なのね。じゃ、やっぱり聖徳太子もいたのね。
それが、そうとも言えない。え？確かに、馬宿の王はいた。しかし、馬宿の王が今日に伝わる聖徳太子そのものの活躍をしていたのか？となると、わからないんだ。どういうこと？聖徳太子は数々の偉業を一人で行った、それゆえの聖徳太子だよな。そうね。それに対して、馬宿の王は史料を検証する限り、17条憲法も、官位12回も、彼が中心となって関与した確実な証拠がない。政治の中枢にはいたけど、何をしたのか？あるいはしなかったのか？わからないということね。教科書や昔の紙幣に採用された肖像画も、聖徳太子である確証がないとして、現在では伝聖徳太子として掲載されているな。あの肖像画も、架空のイメージなのか、それとも別人なのかわからないのね。そうだな。聖徳太子には本当にいろんな説があって、皇太子ではなく、蘇我馬子と同じ一号族だとする説もある。馬子とは二党政治で、推古政権を共同で支えたとする説ね。十七条憲法で、聖徳太子が冒頭に掲げた和をもって尊しとなすは、聖徳太子の言葉なの？いや、元は論語だ。論語の中に例のようは、和を尊しとなすという言葉がある。そうなのね。聖徳太子が言ったのかと思ってたわ。十七条の憲法は604年に作られたと言われているが、最近、これにも疑問が投げかけられている。604年じゃないの？当時、天皇家の持つ権力は、蘇我氏などの大豪族と差がなかったと見られる。その状態で、条文にあるような天皇中心の国家を高らかに歌い上げるのは早すぎるという見方があるようだ。実際の制定は、もっと後の時代だったのではないか？というわけね。そうだな。聖徳太子の偉業に数えられる官位12回は？家柄でなく個人の能力に応じて役人に取り立てようという画期的な制度よね。中国、朝鮮半島でも同じような制度はあったから、それを導入したと考えるのが自然だろうな。そうすると、これも聖徳太子の功績というわけではなさそうね。制定の理由は、新しい人材登用というより、当時、遣隋使派遣などで国際化を目指した日本が、先進国として対外的イメージを作る意味合いが強いとされる。馬宿の王の主体的関与の証拠は今のところ認められない。遣隋使派遣は？聖徳太子が隋との国交を結ぼうと607年に使者を送ったわよね。これも馬宿の王が積極的に関与したかどうかよくわからない。それに、遣隋使は、小野の妹子で有名な607年が最初ではないんだぜ。隋の二代目の皇帝煬帝の時の遣隋使が最初じゃないの？日本側の記録にはないが、中国側に600年に日本からの遣隋使が訪れた時の詳細な記録が残されている。600年だと、隋は初代皇帝煬帝。煬帝のお父さんの時代ね。そうだ。なんだか聖徳太子のイメージが、ガラガラと音を立てて崩れていくわ。最近の歴史研究で分かった事実が正しいとしたら、私たちは、聖徳太子という虚像を見せられてきたわけよね。そもそも、どうしてこんなスーパースターが出来上がったのかしら？聖徳太子の高い評価は、日本書紀の記述に基づく。しかし、日本書紀は、8世紀の律令国家や天皇制の正当性を示すために編纂された書物だ。現在では、その内容の信憑性を疑う研究者が増えている。天皇家に都合のいいように書かれた書物ということね。そうだ。馬宿の王が死去して50年後、有名な人心の乱が起きた。天智天皇の後継をめぐる、古代史に残る皇位継承争いね。勝者となった天武天皇は、天皇中心の中央集権律令国家づくりを進める。その中で、天武天皇は、馬宿の王という一人の人物に着目したんじゃないか？と思うんだぜ。馬宿の王が生きた時代の数々の施策を過大評価し、これらの偉業すべてに関与した超人として聖徳太子を作り上げたのかもしれない。ライバルの有力豪族に対し、天皇家が日本の統治者だと認識させようとしたのかもね。現在は、馬宿の王は、推古天皇の政治を補佐したが、蘇我馬子と共に推古政権を支えた有力王族の一人に過ぎないと考えるのが定説だな。つまり、重要な政策は、個人の力でなく、政権全体で取り行ったということね。歴史新常識3つ目。2019年に世界遺産登録された、大阪府堺市にある日本最大の前方後円墳だ。昔の教科書では、仁徳天皇陵と習ったわ。ところが、この古墳が作られた時代と古事記の記述から推測される。第16代仁徳天皇の治世が一致しないことから、現在は、仁徳天皇陵とは表記しない。所在地の地名を取って大仙古墳と表記されることが多いな。考古学的な立証を書くから、あえて陵墓名を避けているという話ね。そうだな。
現在は、立ち入り禁止の聖域で、学術目的であっても調査ができないけれど、被葬者が誰なのか、やっぱり気になるわね。仁徳天皇の民のかまど伝説に象徴される、国民を気遣う天皇像と、世界最大級の超巨大墳墓が、どうもミスマッチだと私は思うのよね。現在の試算で総工費796億円。1日2000人が働いて15年8ヶ月かかる計算だものな。被葬者は、仁徳天皇の子で第19代の胤陽天皇という説もあるわね。そうだな。和の五王の一人という説もあるしな。仁徳天皇陵は、前回の動画古代天皇陵の謎でも取り上げたから、ここでは軽く行きましょう。この動画だ。ぜひ、見てほしいんだぜ。はい、次。歴史新常識四つ目だ。4世紀から7世紀の古代日本の中央政府の表記も変わった。昔、教科書では、漢字表記の大和朝廷と習ったけど、最近はカタカナで大和王権なのよね。3世紀後半から奈良盆地に成立したのは、豪族たちの緩やかな連合勢力だ。この政治体制を示す言葉として、これまでは大和朝廷という単語が使われてきた。朝廷という言葉には、天皇と貴族による中央集権政治という意味合いが含まれる。確かに、辞書の定義を見ても、朝廷とは君主制下で官僚組織を伴った政権とあるわね。そうなんだ。しかし、成立初期には、朝廷という言葉にふさわしい中央政権の政治制度は持っていなかったことが分かってきた。このため、朝廷とは言わず、王権とか政権という語を用いることになった。実態に合わせて、言葉を再定義したということね。朝廷という言葉を使うのは、律令制度を整えた7世紀後半からというのが一般的だな。大和というカタカナ表記だが、大和は現在の奈良県にある地域で、当時は大和など様々な漢字で表記された。地域名称としての大和を表す場合と、国名の和や大和との混同を避けるために、カタカナでその音を表したというわけね。まあ、言葉の定義の問題だな。はい、次。歴史新常識5つ目は、大化の改新の年号だ。これまで虫米作って大化を祝おうの語呂合わせで、645年と覚えていたけど、現在の教科書では、646年なのね。語呂合わせはどうするの？今の受験生は、蘇我氏は、針のむしろと覚えるらしいぜ。そうなのね。中の上の王子や中富の鎌足りが、蘇我の意味シールからを倒した645年の政変を一子の変と呼ぶ。改新の御事の理が出されたのが、翌646年だから、現在は大化の改新の年号を646年としているな。つまり、クーデターを一子の変と言い、その後の改革を大化の改新と区別するのね。権力を欲しいままにした、と日本書紀では悪者扱いの蘇我氏だが、最近は見直されつつあるな。昔、教科書では、蘇我の稲目、馬子、恵美氏、イルカの4代が独裁色を強め、戦王政治をしたと散々な書かれ方だったわよね。日本史の大悪人のように習った記憶があるんだけど、変わってきたのね。春天皇を暗殺したのも、蘇我の馬子だしな。悪人イメージが強いのは確かだ。しかし、古代社会の発展に寄与した有能な政治家で、王権の勢力拡大に大きく貢献した功労者だと再評価する声も出てきている。仏教という新しい考え方を取り入れたり、渡来人の集団をうまく支配して、進んだ技術を取り入れたり、大改革した側面もあるものね。聖人君子でスーパーヒーローのようにリスペクトされてきた聖徳太子と、悪の権化のような扱いでディスられてきた蘇我氏との対比が面白いわ。そうだな。歴史は勝者が作ってきたものだからな。鵜呑みにしないことが必要だな。そうね。はい、次。歴史新常識6つ目は、鎌倉幕府の成立年の変更だ。現在、鎌倉幕府の成立は1185年とされている。いい国作ろう鎌倉幕府も、現在は、いい箱なのね。鎌倉幕府は、源頼朝によって作られた軍事政権よね。1192年は、源頼朝が朝廷から征夷大将軍に任命された年であり、その時点ですでに鎌倉幕府はできていた。では、いつ軍事政権が確立したのか、が問題となる。何をもって確立したと考えるかは難しそうね。現状、1185年に、源頼朝が守護地頭の任免権を得たことをもって確立した、とするのが一般的だな。ただ、鎌倉幕府という軍事政権の確立をめぐっては、いくつもの説があり、今後の研究次第では、また変わるかもしれない。ところで、教科書に掲載されていた源頼朝の肖像画が、
他の人物の肖像の可能性があるという話は本当なの？京都神護寺所蔵の国宝伝源頼朝像だな。足利忠義ではないか？などの別人説が浮上し、今も論争が続いている。清掃の側体姿で、口と顎に髭を蓄え、黒の上着を着て、冠をかぶり、尺を持つ威厳に満ちたいよね。頭の冠だが、鎌倉時代末期以降にしか見られないものだとの説が浮上した。つまり、頼朝がいた時代の衣装ではない可能性が出てきたんだ。確かに、教科書からはほぼ消えてるわ。代わりに、教科書には、山梨県甲府市の海前工事所蔵の木造の、頼朝座像を掲載しているな。頼朝の死後、妻の北条政子が作らせたという木造よね。そうだな。頼朝って、征夷大将軍になってから、7年後に亡くなってるのね。長く続く武士の世の礎を築いたファースト侍なのに、顔もよくわからず、死因もはっきりせず、謎が多いわね。死因も、病死説や落馬説といろいろあるしな。ファースト侍で征夷大将軍の頼朝は不人気で、悲運の弟の義経が大人気って、面白いわね。そうだな。はい、次。歴史教科書新常識の7つ目は、足利尊氏に関するものだ。さっき、頼朝の肖像画が別人かもしれないという話だったけど、足利尊氏の肖像にも別人疑惑があったわよね。髭を蓄えた甲冑姿の男が、馬に乗っているこの肖像だな。絵を見せられて誰か？と聞かれたら、昭和生まれの人なら大抵、室町幕府を開いた足利尊氏と答えるだろうな。昔、教科書にはっきりと足利尊氏と書いてあったもの。教科書に掲載されて有名だったこの肖像は、今では南北朝の騒乱の頃の武士の像や、騎馬武者像あるいは伝足利尊氏と表記されることが多い。なんで、違うとわかったの？この肖像画には、足利尊氏の息子で、二代目将軍足利義昭の顔がある。その上、尊氏の愛馬の毛の色と異なる黒い馬が描かれていることから、現在は、足利尊氏ではないとされている。足利尊氏じゃないとしたら、誰なのかしら？尊氏の執事だった河野諸直が有力視されている。そうなのね。足利尊氏って、後醍醐天皇に反旗を翻したでしょ？南朝が正統とされた戦前は逆賊尊氏なんて言われて、散々な評価だったわよね。室町幕府の創始者でありながら、英雄ではなく逆賊として扱われていた時期が長かったからな。評価の振り幅が大きすぎるわね。戦前は、天皇に忠節を尽くしたかどうかが、歴史上の人物の評価基準になっていたからな。確かにね。後醍醐天皇のために、命を捨てた楠木正成や、皇位を狙った道教の野望をくじいた、わけの清麿が英雄視されたものね。逆に、後白河法皇から朝廷の実権を奪った平の清盛、後醍醐天皇の兼務政府を潰した足利尊氏の評価はひどいものだったな。明治時代、尊氏を評価した教科書の記載が政治問題にまで発展して、教科書の執筆者が処分されるという事件まで起きているものね。そうだな。教科書での評価も乱高下が激しいな。そうね。はい、次。歴史新常識の八つ目は、死の交渉だ。現在の歴史の教科書では、死の交渉という文言が消えたのよね。これには結構びっくりしたわ。最近の近世史の研究で、身分制度や上下関係を表すものとして死の交渉は、存在しないことが明らかになったそうだ。2000年からは、死の交渉の言葉自体、教科書から削除されている。2005年からは、市民平等も使用されなくなったな。でも、結構長い間、小中高校の社会科の教科書すべてで、江戸時代の身分制度を死の交渉のピラミッド型で記述してたわよね。お百姓さんはお米を作るから、武士の次に偉いんだとか、学校の先生から習った記憶があるんだけど、それも嘘だったのね。そうだな。学校では、部落は江戸時代に作られたとも教わったわ。江戸幕府は、人々を支配するために身分制度を作ったんだって。死の交渉のさらにその下に、一段と低い身分を置いた。その目的は人々の不平や不満をそらすためだった。それが部落の起こりだって、教えられたんですけど。それが間違いだったということ？そうだ。誤りだったそうだ。死の交渉という言葉が、実態とかけ離れていて、実際は武士、百姓町人などという概念が近かったという。江戸時代の身分は、支配層の武士を上位にして、能交渉を順に並べるのではなく百姓と町人を並べるものであったようだ。また、公という概念はなく、町に住む職人は町人、村に住む職人は百姓と考えられていた。
百姓は村単位で把握し、町人は町単位で把握していたとも言う。武士が支配階級であったことは正しいけど、百姓町人らは対等の関係であり、農工商の間に上下関係はなかったというわけね。現在の教科書ではこのように書かれている。江戸時代の社会は、支配者である武士をはじめ、百姓や町人など、様々な身分の人々によって構成されていました。百姓や町人とは別に厳しく差別されてきた身分の人もいました。これらの人々は、差別の中でも、農業や思考業を営み、芸能で人々を楽しませ、また治安などを担って、社会を支えました。とある？まあ、士農工商が身分制の実態と異なっていただけで、江戸時代が身分制社会であったことには変わりはないけどな。得た否認も武士、百姓町人などの社会から排除された民として存在していた事実に変わりはないわね。つまり、他の身分の階にあったわけでなく、みんな武士の支配下にあったという解釈なのね。それにしても、今さら士農工商はなかったって。学校で習った授業は一体何だったのかしら？そもそもなんで、こんな誤解が生まれたの？士農工商や市民は、中国で古代から用いられた言葉で、国中のすべての人々といった意味合いの儒学的表現だそうな。え？それって老若男女的な四字熟語ということ？まあ、そういうことだ。ええ、士農工商は、老若男女と同じくらいの意味でした。って衝撃すぎるわ。はい、次。歴史新常識の9つ目は、江戸時代の鎖国だ。鎖国って、徳川幕府時代の約200年間、国際的に孤立していた状態を言うんでしょ？国を完全に閉ざしていたわけでないんだぜ。一部の国とは貿易や文化交流を行っており、外国との関係を断っていたわけではない。長崎、津島、薩摩、松前の4つの窓口を通じて、オランダ、朝鮮、琉球、アイヌと交易が行われていた。鎖国というから、ぴったり国を閉じているイメージだったわ。貿易の一律禁止ではなく、幕府の管理貿易だったということね。そうだ。鎖国は、1639年のポルトガル船の入港禁止からと考えるか、1641年のオランダ商館を出島に移した時からと考えるかの問題はあるが、1854年の日米和親条約締結くらいまで続いた幕府の対外政策だな。そもそも、鎖国の発端は何だったの？1637年の島原の乱だな。九州西部の島原半島と天草諸島の領民による大規模な一揆ね。キリスト教の迫害だけが原因ではなく、背景には重い年貢への不満や凶作による飢饉もあったと言われるわね。そうだな。ともかく、このキリシタン農民による島原の乱をきっかけに、三代将軍徳川家光は、キリスト教の禁止を強化した。キリスト教に関係するスペインやポルトガルとの貿易を禁止し、日本人が海外に行ったり帰ってきたりすることも禁止した。ところで、鎖国って誰が言い始めたの？江戸時代、長崎の蘭学者でオランダ語の通訳者だった静木忠夫だ。つまり、翻訳された言葉ってこと？そうだ。静木忠夫は、出島のオランダ商館に2年ほど勤務したドイツ人イシケンペルの著作日本史を翻訳する際に、鎖国という造語を作った。ケンペルの元の題名があまりに長かったので、適当な言葉を探して鎖国としたようだ。翻訳者の造語なのね。語訳ではないまでも、翻訳の難しいところね。滞在していた外国人が日本で見聞きしたことを自由に書いてるわけだし、文字通りの鎖国ではないわね。ケンペルは滞在中に将軍徳川綱吉に2回も謁見しているしな。そうなのね。昔、学校の教科書で習った鎖国のイメージが、ガラガラと音を立てて崩れていくわ。鎖国という言葉には、受動的で否定的なイメージがあるからな。最近は、江戸時代の外交貿易実態と異なるということで、鍵括弧をつけて鎖国と表すことが多いわね。ただ、注意したいことがある。幕府の管理貿易下で、国家間の交流は確かにあった。その意味では鎖国ではない。しかし、民間レベルでは、やはり外国との交流は非常に少なかった。何よりの証拠が、世界中であれだけ猛威を振るったペストが日本には入ってこなかったことだ。ペストが日本で最初に確認されたのは、1899年のことだ。神戸港に入ってきた船からの感染だった。なるほど。それまでペスト菌が入ってこなかったのは、日本が島国で民間レベルでは交流がなかったからとも言えるわね。主語を変えると、鎖国の見方や考え方も変わるということね。そういうことだ。はい、次。歴史新常識10選の最後は、原稿に関するものだ。最近の教科書では原稿ではなく、蒙古襲来と書いてるのもあるわね。そうだな。
霊夢は、蒙古襲来をどんな風に覚えている？1274年、元の大軍が、博多湾まで押し寄せてきたけど、突然の暴風で退却。1281年、公安4年にも再び襲ってきたけど、これまた暴風でモンゴル軍の船の多数が沈み日本が勝利。2回とも、危機一髪の大ピンチに神風が吹いたと聞いたけど、日本人の多くがそう思ってるようだな。そもそも霊夢、神風って具体的になんだ？台風による暴風？って思ってたんだけど、気象記録によると、そもそも1回目の文英の襲来の時に台風は来ていないそうだ。暴風はなかったということ？元は、偵察目的で進行したとする説があるな。早々に引き上げたのは、モンゴル軍の内部事情とする説が有力だ。そうなの？2回目は？公安の襲来では確かに嵐はあったようだが、退却した理由は船酔いだったという説もある。え？蒙古軍の3分の1はひどい船酔いで、満足に戦えなかった可能性が指摘されている。神風じゃなくて船酔い？モンゴル軍は騎馬軍団だから、船で移動する戦いは経験がなかったのかもね。当時の鎌倉武士の戦い方ってやあやあ、我こそはと名乗って戦う1対1の戦法でしょ？一方のモンゴル軍は、鉄砲という爆弾も持っていたというから、船酔いで戦意消失してくれて助かったわね。本当のところははっきりしないが、そうだな。蒙古軍には、さらに不都合なことが起きた。退却途中、船の修理などのために行きに立ち寄ったが、ちょうど北西風が強くなる時期だった。当時の蒙古軍の船は、構造上、錨を下ろしていても、風速15メートル以上になると流されてしまうことが指摘されている。結果、大量の船が座礁したと見られ、後に行きで遭難した軍船が100隻、上陸艇30隻が見つかっているという。そうなると、神風って、一体どこから来た話なのかしら？日本側の幸運が重なったことを表現したのかもしれない。別な説によると、九州沿岸地方で北風を神風、南風を下風と呼ぶところがある。北風を意味する神風に神風の字を当てて言い換えたのかもしれないのね。日本では、神風の言葉が一人歩きした結果、被害を受けていないと誤解している人もいるが、決してそうではないんだぜ。壱岐や対馬では、元軍によるひどい虐殺行為があったとも伝わる。当時の世界最強のモンゴル帝国による襲来は、日本史に残る大きな危機だったことは間違いないな。もし、三度目の襲来が起きていたら、本当に守ることができたのか？と考えると、ドキドキするわね。そうだな。ここまで10個。歴史新常識を紹介してきたがどうだったか？たった10個だけど、かなり盛りだくさんだったわ。古代史のスターだった聖徳太子の影が薄くなってたり、逆に、蘇我氏再評価の動きがあったり、評価って時代によって変わるんだと分かって面白かったわ。時代によって英雄になったり逆賊になったりした足利尊氏もそうだな。昔、歴史の授業で覚えたことが唯一の正解ではないから、どんどんアップデートが必要ね。そうだな。歴史の世界も日進月歩だからな。よし、今回はこの辺で。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。私たちの動画制作の励みになりますので、コメント欄もお待ちしています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。